お待たせしております。繰り返しお客様にお知らせいたします。本日東海地区ではこの先西小高井駅付近にある踏切の遮断機が上昇したため、各列車通過の際に速度を落として運転しております。ただいま前の列車の遅れに伴い、これ以上前に進めないので、引き続きこの場で停車いたします。東海道線ではこの先